今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-4-2 で臨んできています。一方アウェーチームは 4-4-2 で挑みます。持っていく、このボールを、ここでボールを失う、ここで奪い返します。青山から縦へ、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ここでボールを失う。エミル・サラモンソン、正確なクロスでアシストを狙います。サイドを崩し、クロスによる攻撃を組み立てます。ボールが奪われました。荒木がカットしました。立ち上がりは両チームテンポよく動かせている印象です。両チームまずはとにかく1本シュートまで持っていきたい。ここで奪って、和田、これは自分で持っていくか。奪われました。ボールを受けます。前に出しました。ボールが奪われました。出します。ボールを受けます。ボールを取り返す。前へ送りました。監督の戦術通りに選手たちが動き、攻撃を仕掛けます。前へ送った。チョドンゴンからのスルーパス。ボールを取り返す。持っていく。抑えます。相手ボールになります。金森、身長171センチ、日本酒。このプレーには笛が吹かれます。原川、この位置だとキーパーとの駆け引きがもう始まっているのでしょうか。青山、精度の高いロングパスが持ち味です。ラインを割りました。ゴールキックになります。さあプレー再開です。大迫からエミル・サロモンソン、完全に戦術を見抜かれていたように見えました。いいタイミングに飛び出した。そのままライン割りました。チャンスは続きます。ゴールキーパー指示を出します。合わせた。相手に先制ゴールを決められてしまった。なんとか1点を返したい。監督はこの失点をどう捉えているのでしょうか。綺麗にヘディングで合わせてきました。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ドウグラス・ビエラ、パスターゲットとなり前線で得点を狙います。このミドルは、大迫から柏、ここはクリア。ボールを奪われます。ボールへの激しいチェイスを指示しています。取り返しました。監督からパスの指示が飛びます。相手ボールになります。ワントラップ、ボールを奪います。縦へ送りました。ここでホイッスル。前半45分が終了です。ハイネ、ドリブル技術には絶対の自信を持っています。前線でポストプレーを狙い、攻撃の起点を作ります。後半ビハインドでの高木拓也、ゴール決まった。取られたら取り返すんだ。まさに意地のゴール。前線の選手がキープする形がはまりました。ここで勝負に出ます。両チーム譲らない、非常に見応えのある展開になってきております。出しました。ボールを取り返す。青山から高木拓也、奪われます。さあ監督が選手にマンマークの指示を出しています。ボールを奪いました。荒木、ピンチを防ぎます。スローインになります。スローイン、三つ丸から金崎、これはオフサイドラインを越えていたようです。これは気をつけないといけません。フリーキック、ここで選手たちにパスの指示が飛びます。奪われます。このボールをキーパー落ち着いています。抑えて、ここは両チーム我慢。ハイネル、これは少し危険なプレーか。ここからリスタートです。このタイミングでプレッシングをかけていきます。
取り返しました。得点につながる指示となるか。青山から高木拓也、右に、さあ前おっとホイッスルで主審が試合を止めます。この狙える位置でどう仕留めるか。ラインを割りました。ゴールキックになります。ゴールキック、高岡からクエンカ監督、ここで選手の交代を呼びかけています。どうしたんでしょうか。ここで勝負に出ます。ここからリスタートです。東、相手ディフェンダーもその足技には警戒しています。水本がパスカット、大迫がここは大きくクリア。ラインを割りました。スローイン、ボールを受けます。左から上がっていきます。ボールを取り返す和田が、ここはなんとかクリア。タッチを割ります。スローインで再開です。ラインを割りました。ゴールキックになります。さあプレー再開です。大迫からハイネル、時間がなくなってきました。今のはファウルを取りました。ここで勝負に出ます。さあプレー再開です。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ボールを奪われます。前に出しました。奪いました。ボールを奪われます。ここで奪い返します。ここで奪われた。金崎、これはオフサイドラインを越えていたようです。これは気をつけないといけません。フリーキック、高木拓也、ここで仕掛ける、奪われます。つなぎます。ボールを受けます。この位置でボールを奪う。ここでアディショナルタイム突入です。これはラインを割りました。コーナーキックです。ゴール前を伺います。これはキーパードリブル突破で仕掛けてチャンスを演出します。ボール、少し危険なプレーでファウルとなりました。ここからリスタートです。ここはクリア。互いの力が拮抗したこの試合、同点で終了です。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。